それでは時間になりました。こんばんは、YKP です。 YKP のことを知ってる方、ありがとうございます。それじゃあ1曲目はラストじゃないけどラストスタイル、ワン、ツー、サン、シThank you.
作曲してくれた歌で、いちご色っていう歌があるんですよ。いちご色、英語で言うとストロベリーカラー違う、いやわかんないけどストロベリーみたいな感じですね。いちご色っていう歌やっていいですか。優しさあふる夢が咲く果実のなる丘の枯れの根はいちご色してる花が咲く坂道を走り出して息が切れて戸惑った強がりで声かけて風に背中押され照れていたどこまで来たのかな道のりの途中でゴールはのステーション花咲く場所に向かってる日だまりの二人揺らぐ想いのする青空に寂しさ紡いだ橋をかけ日差しが降る手のひらにいちご色してる花が咲く坂道の向こうに見える海が素直に青かった切なさで声かけていつの君とキスをしたどこまで来たのかな道のりの途中でゴールはどこにある途中下車のステーション咲く場所に向かってる日だまりの二人どうもありがとうございました。
今ギターがちょっと消えちゃったですね。これは9月の神様がちょっとギター切ってやれみたいな感じでですね。まあそんな風になったかなと思うんですけど、これはランさんという方がですね、作ってくださって、なんかミクシーで詩を SNS でね詩書いたら、ワイキビさん、この曲に曲をつけてもいいですかみたいな感じで来て、ああいいですよみたいな感じで、いや言われてみて、いや違う、そういう話があって、それでちょっと作ってきて、初めドラムとか入ってたんですよ。でドラムとか入ってて、申し訳ないですけどドラム抜いてギターだけにしてもらえませんかってすごいわがままを言ってしまった曲だったんですけど、まあそのことはいいですが、次の曲は、そうだな、東京に英二郎さんという人がいまして、英二郎さんのこと知ってる人、あ、知らない、みんな知りません。あ、ギターの音が、あ、まだあれですね、これ どうだろう、ここかな、大丈夫かな。英二郎さんという方がいて、英二郎さんが作った曲を僕が歌ってます。これ英二郎さんの曲です。涙は優しさにとっておいて、ワン、ツー、サン、シー。あ、また出ないな、また出ない。これ出たり出なかったりするんですけど、ちょっと今お待ちください。マイクは出てるんですよね。ああ、マイクは出てる。接触の方かもしれないです。ジャック一回抜いて差し直し、いいですか。こっちちょっとボリューム下げて、でそっち上げたら、そっち上げたままで、上げたままでいいですか。その時に泣いちゃダメだみたいな感じで、涙を優しさに取っておいて、画面の向こうのいつもの君が、今日はちょっとナーバス、友達思いの君だから、僕も思わず惹かれてる、失恋した親友を思っては流す君の涙、見えないけれど嫌いだろう、僕も君に思いを伝えることがあるかもしれないけれど、僕は悲しませないよ、涙は優しさにとっておいて、画面の向こうのの君に、今日はちょっと打ち明けよう、メールに向かって好きだよと僕も君に思いを伝えることがあるかもしれないけれど、僕は悲しませないよ。
しさにとっておいて友達に涙できる君でいてね涙は優しさにとっておいてやっていましたので、それでは次は、まあ、さっき中華まんの歌がいいっていう話があったので、それではあの井村って知ってる人、あの三重県の小豆バーとか売ってる会社ですけど、まあ秋になるとあんまん肉まんとか売ります。それでは、井村屋、やってみます。ワン、ツー、サン、シー。今日は食べたいな、甘いもの、ケーキじゃなくて。
した。で次はですね、ちょっとだけ練習してみようかなと思って、さっきの一期一会もあんまり弾かない曲なんですけど、この曲は新曲で、まあ途中でやめちゃうかもしれないけどね、ミックスダウン、今日はコラボされる方も結構多いみたいな感じなので、ミックスダウンっていう曲があります。やってみます。今はあいつとのコラボ、仕上がりに詰まり好調、まだオフレコ内緒って意味だよ、僕だけ知る。
知られぬリアルのベイビー My beat 夢を信じ組み立てされる日常の不毛 Oh baby なぜかどこか遠くに行きたいと僕だけ信じられるリアル